V、来てくれてありがとう。マイコと話すのは 3D チェスみたいなもの。慎重に言葉を選んで。もう少し相手のことを教えてくれると私も話しやすいんだけど。話すのは私に任せて。要するに私はあんたの用心棒ってことね。単に私の方が彼女をよく知ってるってだけ。どうやって彼女を味方につける気？真実を伝える。エブリィの身に起きたこととその原因をね。それだけでいいの？わからない。あとは成り行き次第ね。緊張してるみたいね。あそこのクズどもを今すぐ殺してやりたい。だからある意味入れ込みすぎてるのかもね。準備はできてる。行こう。待って、私が開ける。見たところここから入るのは初めてじゃなさそうね。たまに使ってた。この通り。ついてきて。ジュリー・アルバレス、会えて嬉しいわって言いたいとこではあるけど、サプライズパーティーは好きじゃないの。知ってるでしょ？ええ、残念ながらね。モックスで底辺まで落ちたと思ったけど、そこからさらに下を行くとはね。あなた相変わらず私をがっかりさせるのが上手よ。モックスの次は人殺しと手を組むなんて。次はどんな化け物を連れてくるのかしら。あなたのことよ、V。私なら気にしないで、ただ見てるだけだから。じゃあどうしてのこのこついてきたの？ジュディが目的を果たせるようによ。あなたなしの方が話が進んだかもね。無駄口叩くしか脳がないのね。私を挑発しようとしても無駄よ。次は何？脅迫？力で解決しても一向に構わない。二人とも言い争いはそれくらいにして、そろそろ本題に入りたいんだけど。悪いけど間もなく警備があなたたちに気づくわ。選択肢は二つ。自分たちで出ていくか、つまみ出されるかよ。ジュディ、誤解しないで。私だってゆっくり話したいのよ。随分ご無沙汰だし。でもクラウドにいるのは危険よ。その女が一緒ならなおさらね。分かった、もう行くよ。賢明ね。つく川を間違ったね、マイコ。それは私が決めること。
引き込めると思ったのに、話をまともに聞いてもくれなかった。きっと怖いのよ。万一失敗したら、舞子は失うものも多い。というか、全て失うと言ってもいい。舞子がこのまま何もしないなんて。付き合ってたの？ずいぶん前にね。寂しかった時期があって。ナイトシティではみんなそう。あの頃の彼女は今と違った。私もだけど。権力闘争の中で生きてる奴は信用できない。友達として背中に優しく触れるか、敵としてナイフを突き刺してくるか判断つかないから。うん、言いたいことはわかるよ。私、舞子に惚れてた時期があるんだけど、本性がわかるまですごく時間がかかった。でも、性格はどうあれ、彼女は必要よ。今朝はダイビングしに行くつもりだったのに。少しくらいゆっくりした方がいいかもね、お互いに。別にゆっくりするつもりじゃなかったんだけどね。実はちょっと試してみたいことがあってさ。大したことじゃないんだけど。まあ確かに、ジュディが水辺でカクテルを飲んでリラックスしてる姿は想像できない。リラックスしようとするとさ、余計なことを考えるでしょ。今はそんなことしてる場合じゃない。企業を責めてもいいけど、結局は効果があるからやるんでしょう。むしろ受け取る側の程度の問題。儲かれば何でもいいってわけ。ジャンクフードと同じ。お金がないから買わざるを得ないのよね。シベリア南部のノボシビルスク郊外にある。もっと大きな一手がないとダメそうね。正義感に訴えるだけじゃ足りないってこと？具体的な何かが必要なのよ。さっきまではもう諦めるのかと思ってたけど。V、私はいつも地下室でバーチャをいじってるでしょ。そこで頭を吹き飛ばされる確率ってどのくらい？ほとんどゼロ。舞子を説得できる確率もそんなとこ。あいつに情なんてないから。かといって諦めたわけじゃない。私も具体的な方が好きなんだけど。なるほど。倒すべき敵の数、使う弾丸の量、報酬はいくらもらえるか、そういうことよね。夢や理想だけじゃみんながみんな食べてはいけない。
時には汚い現実に向き合わないと。で、どうするの？少し考えさせて。仲間がもっと必要なのは確かね。ドールを当たってみる。何か見えてきたら連絡するよ。じゃあネビー、今日はありがとう。せめて衣装を描く時間をくれよ。
のつもりだ。これは一体どういうことだ。アラサカには十分な人員がいないのか。わかりませんか。町は今一触即発の状況です。アラサカも下手に刺激してジャパンタウンを炎に包みたくないんですよ。暴動を鎮圧するなら名前を出さずにやるのが一番ですから。ああ、来たか。で、なぜこの場所に？すぐにわかる。いくつかこちらで新たな情報をつかんだ。サブロー様をパレードで弔いたいと提案したのは誰だと思う。手をかけた張本人さ、とんだ皮肉だな。でもそれがどうしたっていうの。俺にいい考えがある。空を見るんだ。いいか、出汁は確実にこの経路を通る。何とかして花子様の出汁に乗ることができれば直接話ができるかもしれない。でもどうやって。当然飛び乗るしかなかろう。机上の空論ね。仮にあんたが最高のインプラントで装備を固めてたとしても無理よ。まあ俺の話を聞け。お前と別れた後、こちらは式典で使われる出汁について調べてみた。出汁は全て一箇所に保管されている。荒坂工業団地だ。準備もそこで進められる。施設に侵入して花子様がお乗りになる出汁を見つけ出し、そのシステムにウイルスを仕掛ければいい。そうすれば俺が乗り込む直前にお前がセキュリティを切ることができるだろう。で、方法は？ウイルス入りのチップが高くはついたが、チップを買った仲介人によると性能は確かとのことだ。どこで手に入れたの？運河の向こうだ。歌舞伎地区ならそれなりにまともかもね。使い物にならなかったとしても私が何とかできる。そうしてくれると助かる。歩きながら話そう。ねえ、この辺にして。問題は出汁の乗っ取りだけじゃない。当然ながら警備も障害となる。特に狙撃手だな。何も手を打たないと俺は蜂の巣にされてしまう。だが岡田さんが監視カメラの話をしてただろう。それにアクセスすれば狙撃手の位置を手に取るように特定できる。お前が排除にあたり俺が位置を変えるという作戦だ。決まりね。構わないのか。お前に危険な役目を押し付けることになる。別に、今に始まったことじゃないから。よし、早速下準備と行こう。チップの動作確認も兼ねてな。目の前に例の監視カメラ制御室がある。ネットワークに侵入しチップのウイルスを仕掛けるんだ。いいけど、その間あんたはどうするの。ビールでも飲んで一休み。仕事中は酒を一滴も飲まん主義だね。俺は入り口を見張ってる。さあ、かかれ。
で？ご期待通り、コソ泥には朝飯前よ。腕は確かなようだな。チップは問題なしか。とはいえ、まだ安心はできん。警備が厳重な荒坂工業団地への侵入はそう簡単にはいかないだろう。だが、その話に移る前に。座れ。昨日から何も食べてない。おすすめはあるか？今日は焼き鳥ですかね。ここのものじゃなきゃ何でもいい。それじゃまたな。この野郎、荒坂の犬にしては思いのほか役に立つかもしれんな。犬にいるのは命令だ。そうすりゃ喜んで動く。目的を果たした後も生きてたら始末すりゃいい。失って万全の状態じゃないとはいえ、私くらいは余裕で倒せるかも。根拠は奴の戦いぶりを見たのか？いえ、そうじゃないけど、歩き方や目つきで分かるの。この件はまた後で話そう。なんだこれは？え、焼き鳥です。さて、手順を考えてきた。1、荒坂工業団地に侵入する。 1.5、花子様の出しにハッキングを仕掛ける。2、式典が始まったらお前が俺の指示に従い狙撃手を排除する。3、俺が出しに乗り込む。4、花子様に真実を伝える。かなり捨て身の作戦だけど、もっと無謀な仕事もしてきたしね。荒坂相手に強奪を仕掛けた以上に無謀なこと。まさか、あれでかなりハードルが上がっちゃったから。では解散だ。俺は偵察に行くとするよ。この町じゃ右も左もわからないでしょ。一緒に行く。確かにお前の技能や裏稼業の心得は役に立つかもしれん。よし、では共に動くとしよう。おい、あんた、ボリュームを上げてくれ。頼信、ご満悦ね。やつめ、絶対的権力を手に入れるため、まさかこれほどまでの蛮行に走ると。まんまと騙されて。このままにはしておけない。父の殺害は何と呼べばいいのか。あれは挑発ではないのか。荒坂への。荒坂は不滅の帝国だ。頼信はそこに中から火を放った。あいつが全ての元凶だ。派閥も権力闘争も全てあいつが。クソ。荒坂内に派閥があるの？具体的には。派閥は木地、派と鷹の3つ。まず1つ目、木地は花子様のもとに集う保守的な旧体制派。リベラル派の派とは三郎様の孫娘美智子様を支持しているが、よくは存じ上げない。そして頼信を支持する危険分子の集まり、鷹。加えて小規模な派閥も数々存在し。もういい。頼信はどうしてそこまでして権力を。誰にもわからない。だが直々に問いただしてやるつもりだ。三郎はただ指を加えて見てただけなの？息子の手綱を握ることはできたはずよ。三郎様は
強く厳格なお方だった。あれほど強い人間を俺は知らない。だが決定的な時に弱みを見せてしまわれたのだ。頼信のためね。娘のためだ。頼信が子分を従えて荒坂家に宣戦布告した時、三郎様は一言命じるだけで反乱を潰せたはずだが、そうはなさらなかった。花子様を苦しめないためにと。かつて頼信が負け犬のように荒坂家に戻った時、もう一度機会を与えるよう頼み込んだのも花子様だ。わかるか。頼信は花子様のおかげでそれまでの行いの報いを受けずに済んだ。待って、彼女のせいでもあると言いたいの？責任は迂闊にも頼信に騙された者全員にある。だがこの過ちは必ず正す。一緒に来るか？ええ、そうする。長いは無用だ。ありがとうございます。またのお越しを。とても食えたものじゃなかったぞ。